はい、今回は、マル進行用の古いモデルガンを、キャップ火薬2個で発火したら、バレルが発射されて終了してしまった動画です。まずは火薬1つで試してみました。なかなかの不調っぷりですね。カートリッジは5個自準備したのですが、発火できたのは2個で、どちらも廃業できませんでした。ということで、7mm キャップ火薬と、5mm キャップ火薬を詰め込んで、ちゃんと廃業させてやろうとしたのがいけませんでした。1発目は、ジャムってますが撃てました。そして、2発目では、なんか変な音が聞こえてますね。この時点で、バレルを射出してしまっています。お分かりいただけたであろうか？安物のアクションカメラが、転がるバレルの映像を捉えることに、成功しました。これで何にも撮れていなかったら、ただの壊し損になってしまいます。ギリギリ撮り逃しそうな映り方でしたが、映っていてよかったなぁ。デトネーターとインサートの継ぎ目あたりから、ぽっきりと折れてしまっていますね。まあ、ちょっとショックではありますが、ジャンク3個1の余ったパーツでできたものだし、笑い話にするしかありませんね。以上、おしまいです。